本日もクンゴボンゴをお聞きいただきまして誠にありがとうございました。やったら欲張って選曲したもんだからさ、喋り短めで曲ガンガンかけてというような感じでやったんですよね。そこにですね、仲間から、いろいろなんだ仲間とやり取りがあって、音楽仲間とね、以前僕が参加していた全裸アーケストラというバンドの、ライブ音源もビュッと間に差し込んだりとか、したので、結構ね気使っていっぱいいっぱいな感じではございましたが、楽しんでいただけたらいいなと思うわけでございます。メールね、だからそんなわけでね、短めに読んだの結構長いのもあったんだけど、長く読めなかったからごめんね。で、ちょっと待って、そういうことなので、読み切れなかったメールのご紹介をさせていただきたいなと思うわけでございます。待ってもらいたいのよ。これねと、これだ、そうだ、よしよしよし。ラジオネーム福島 FM リスナー82カローラ、来年年男、いくつになるのかな。マグロボンゴさん、福島県郡山市の自宅から、こんばんよくベニマルでダニアースでマグロ、今日の福島県郡山市内は20時現在27度、一日蒸し暑い晴れ模様で、マグロでゴイスジャキでござる、ダニアースイをマグロってと。本題のサブテーマ、犬派猫派でござるが、拙者的にはどちらかといえばどちらも可愛くて好きでござるが、どちらか絞るならばやっぱり我が輩の干支である犬派でござるでござるでござるでゴイスでダニアースイをマグロ、ハバナイスでアディダース、アディダース。ますます読みにくいよ。これだってまとめると、福島県の自宅は20時現在27度の1日蒸し暑い晴れでしたと、私的には、犬が好きです、ではっていう。おーい、こんな読みにくくしてるから、まあいいや、でも面白いから許す。ハシニカローラさん、いつもありがとう。ラジオネーム頑張るまこちゃん、これあれ、前先々週の放送終了後動画の続きでございます。18歳で突然飛行に走り家出をした頑張れまこちゃんね、3ヶ月家出をしたのですが、ゲーセン行って怖い兄ちゃんと仲良くなったの続編。あれ3ヶ月だっけ、3週間だっけ、まあ3だったのは覚えてるね。僕が家出をしていた時にゲームセンターで知り合ったこわもてのお兄様方と仲良くなったという話ですが、どこかへ出かけるとかなく、ただゲームセンターでくっちゃべってタバコ吸ってゲームの話をしたり、18歳タバコを吸ってゲームの話をしたり、攻略法を教えてもらったり、時にはジュースをおごってもらったりと、その程度でした。ゲームセンターへ行かなくなってから会ったりすることもなくなりましたよと。18歳当時家出をやめ僕を更生させてくれた友人とは今でも付き合いがあります。毎月第2土曜日仕事で帰宅が遅くならない限り駅前で飲み会やってます。あ、いいな。これ前に止めてあるチャリをこともあろうか将棋倒しをしてやらかしましたと。ん、あ、ごめん、俺ガチャメっていうか、乱視だからね、一行飛ばすんだよ。駅前で飲み会やってます。あ、まただよ。これは毎月第2土曜日長年続く恒例行事なんですと。過去に酔っ払ってよそ見をして可愛いギャルを甘味していたら駅前に止めてあるチャリをこともあるおか将棋倒しをやらかしました。くんごさんは自転車の将棋倒しを経験したことありますか。そんなところでお時間が来ちゃいました。僕は犬派です。ちょっと待てよ、だからさ、その家出をしてね、いろいろきっかけがあって、その仲間友人がこう
さなんかこうねうまく自分を導いてくれたから構成したわけじゃんか。どうしてどういう言葉があって何があったから構成なの。そこじゃん大事なところは。あとほらグレタその何、家出した時のほらエピソード。例えばロマンスとか。ロマンスじゃなくてもなんか怖いのとかないの。そこは聞きたいんで、そこでしょ。でもその救ってくれた友人とは今でも飲み会やっていて、毎月やっていて、酔っ払って可愛い女の子ガン見してチャリーを将棋倒しして、であんだろあんだろ。僕は将棋倒しはないけど、なんか倒れてて自分の自転車までこう倒れたからこう直すっていうのは何回かしたことあるよ、そういえば。で、まこちゃんは犬派と、子供たちも犬派と。で、飼いたい飼いたいと言ってますが、家族の一員として迎え入れること、育てること、命の大切さが本当に分かってないと思うので、今はまだ犬を飼うことはできませんと。いつかドッグフードを酒の魚にする日も来るんだろうなって。ねえよ、それは。あ、でも今ほら、食べれるフードって、人間も食べれるって言うからね。非常食にもなるって、本当かね？うん。そうね、その命の大切さが本当に分かっているかどうかっていうことじゃなくって、命の大切さを分かるようになるになるのに犬を飼うということもあるのかもしれない。犬を飼うから命の大切さがよくさらに分かるっていうようなことがあるような気がしないでもないけれど、どうなのかしらね。また来週チャオというわけで、頑張るまこちゃんありがとう。奄美の黒うさぎ、旅先でちょみちょみちょみ、あ、これさっき読めなかった分、アリの実弾丸ツアーを計画中。くんごさん、アリの実ってわかります？アリの実ってわかります？戸田くん。わかんない。アリの実っていうのは、果物の梨。梨だと縁起が悪いからアリにするんだって。へーみたいな。面白いね。20年以上か、通い続けている梨園。梨園ではないって。梨園に通ってみたいね。見てみたいで。梨園、片道300キロ超えの旅行と。梨を食べるためだけに行くってすごいね。関東もようやく暑くなっているみたいなので、美味しい梨を期待してしっかり食べていきたいと思います。あ、行っておいで。そう、俺梨をね、もらったのかな、神さんがもらったのかな、梨食べたけどすっげーうまかった。物によるし場所によるのかもしれないけど、期待していいかもしれないよ。もうちょっとしたらもっとうまくなるかもしれないね。サブテーマ、犬も猫も好き。飼えないけど飼いたいのはネザーランドドワーフ。ウサギじゃん。あ、そういうことね。実は前日の、梨園に犬がいたんですよと。すでにお星様、あ、もうお亡くなりになってるのかね。19年間毎年毎年梨を食べに行っていると、待ってましたとばかりに飛びついてくる子。あ、いいじゃん。試食をもらう、試食にもらう梨をちょうだいと上手におねだりする子でした。雑種の捨て犬だった子が19歳まで頑張った、お利口で可愛かったと。いなくなってしまってちょっと寂しいです。そう、うちがね、うちの実家で前飼っていた犬が、俺が小学生の時からうちにいて、留学してる間にいなくなったんだけど、ちょうど俺日本帰ってる時で、18年来たの、うちの犬は。やっぱね、捨て犬で雑種だったんだよね。で、あの外犬だったんだけど、晩年はもうね、おばあちゃんになっちゃったから、玄関入れて、まあ、家の中で飼ってたんだけれど、アメリカから帰ってきた僕はですね、こともあろうか、そのうちの愛犬をですね、晩酌犬としましてですね、一緒に日本酒を飲んだり、あと何飲んだっけな、ビールも好きでしょ、日本酒も好きでしょ、焼酎は飲んでないかな、あとなんか飲んだらワインかな。いつも一緒に晩酌してました。その帰国するたびにいつも一緒に晩酌をしてました。で、犬もね、酔っ払うんだよ。で、ほらそんないっぱい飲まないからさ、ね、あの酒は百薬の長と言いますよね。一緒に晩酌をするわけですよ。そうするとこうペロ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 って飲んで、いい頃になるとウィーッウィーッつって、
僕の部屋1階だったんだけど、そっからあの彼女が寝ている玄関まで歩いていくんだけど、まっすぐ歩けないんだよ。まっすぐ歩けないから壁にね、こうやってズリ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 つって玄関でパタン。それかわいい犬でした。あ、はい、話がそれました。猫も好きだけど、猫ね、車の上で遊んで滑って落ちるときに爪立てられる。まあこれそうなんだよね。すっげえわかる、すっげえわかる。あとボンネットに潜り込まれるのも嫌ですと。これ嫌だね。猫バンバンやってますか？寒い時期もですが、今の時期も、あったかいところを求めているのではなく、暖ね、涼、涼しいところを求めてボンネットに入り込む子がいるんだとかと、うん、エンジンをかける前の猫バンバン、バンバン、ボンネットバンバン、あの習慣にしましょうと。そうなの、世田谷のお家も軽井沢のお家も猫がね周りにいるので、そうだよな、気をつけなきゃいけないなとは思っております。猫バンバン習慣にしたらどうでしょうかね。まあ、トランクエンジンルーム開けりゃいいんだけどね、一回な。まあでもバンバンってやれば驚いて逃げるからな。というわけで奄美の黒うさぎさん、ありがとう。ラジオネームナス単身、いつもありがとう。本日のテーマ、犬派猫派。ナス単身さんは犬派ですね。犬、そうなんだね。先週は妻ちゃんの実家川口に行って、お母さんの飼っているパピヨンのクーちゃん、その近くで所帯を持つ長男夫婦の飼い犬ポメプーポメプーミックス犬のパンチ、あ、ポメプーってポメラニアンとプードルのミックス犬ってことか。ポメプーのパンチの2匹と目いっぱい楽しんできました。おいね。妻ちゃんとは家でも飼いたいけれど蚊が多いのでどうするのかなと現在試案中でございます。合意事項はミニチュアシュナウザー、こうヒゲがビューってなってるやつだ、あの哲学者のおじいちゃんみたいな顔してるやつだね。いいね。そうですか、犬いいよ。だから旅行とかに出にくくなるかもしれないな、スタンシンさん、うん、まあでもね、犬は楽しいです。ありがとうございます、スタンシンさん。そして本日最後のメールでございます。これが楽しみなんだろう。ラジオネームダークネスユーキ、師匠こんばんは。休み明けたら仕事が落ち着いて精神的に安定している弟子でございます。しかしながら体が鈍っており、全身が痛いです。休み中に引きこもっていたことを激しく後悔しております。さて今週のサブテーマ、犬派猫派、どちらとも言えず、最近まで犬超苦手だったんですが、師匠のお宅へ何度か訪問した影響か大丈夫になりました。話は変わりますが、最近ドラマー界隈で話題の猫がおりまして、ニャンゴスター、ニャンゴスターってご存知ですか？初見はかなり笑うと思います。ニャンゴスター、あれだね、だ要は、リンゴスターがニャンゴスターなんだね。俺これ見てないかな、ニャンゴスター見て、あのなんだっけ、 X の紅を X のメンバーの前でやったのがニャンゴスターじゃなかったっけ。すっげえ動きしてんの、ブワー叩くの、あれニャンゴスターだと思うんだけどね。俺は笑ったね。それでは本日はこの辺で、闇に落ちるのだドローン。あん、切れないね、ゆうきくん。犬は苦手だったんだけど大丈夫になりましたと。休みにどこも出かけなかったから体が痛いって、もうさ、だからさ、出かけて友達作ってさっていうのが人生だよ、俺はそう思うね。まあ、旅に出ようとは言わない、俺旅あんま好きじゃないから。だけどまあ、いろんな人と関わりあって、みんな生きていけたら楽しいんじゃないの。引きこもりはあんま良くない、あの無理に外に出るっていうか、無理に旅に出る必要はないけれど、外には出た方がいいんじゃないの。
と私は思いますが、戸田君はどうですか？そうですね、やっぱり外に出たいなと思うんですが、なかなかね、なかなかねなかなかなんですよ。まあね、でもほら取材とかにいろんな人に会ったりするじゃん。そうですね、そういうところはあのなかなかプライベートが、まあ、まあな、それはそういうこと。でもほら、こう見ず知らずの人に会うことができるのはこの仕事の魅力。そうですね、いろんなところでいろんな方のお話を伺えるのは楽しいですね。そういうことですよね。青年よ、輪を広げようね。皆様も輪を広げてまいりましょうね、世界に広がれクンゴボンゴの輪懐かしいな、というわけでクンゴボンゴまた来週ありがとう。